着しました。到着しました。はい。今日は？今日はお友達と遊びまーす。はーい。はーい。久々だね。漫画めっちゃ来るんだよな。はい。と言って、しょうちゃんはなんと。スイッチを忘れてきました。イエーイ。それはなくてよくないですね。まあでもね、ゲームは家でもできるからね、うん、友達もね、優しかったね、お電話言って言ったらね。はい、じゃあね、のんびり待ち合わせ場所に向かいましょう。はい。どう、おがちゃん。特に欲しいのなかったです。なかった。やっぱり疲労がない。疲労がないです。疲労がないね、なかなかね。鬼滅はあるけどね。ね。最近増えてきたね。ね。鬼滅。ここ。駄菓子屋さんで待ち合わせだって。好きなのこれ。へー。あ、可愛いじゃんこれ。コーラ通りに。コーラいいよね。可愛いよね。ゆみちゃんこのクマさんね、友達とお揃いのかな。はい。行きましょう。はい、着替えました。イエーイ、おそろイエーイ。はい、メイクしました。どうですか、仕上がりは。顔映しちゃダメ。いや、大丈夫、いける。うん、映しようか。どうですか、仕上がりは。 OK ですか。バッチリですか。はい、はい、ということで、おそろの子できてメイクしてね。はい、じゃあ遊びに行きましょう。お腹すいたね。出てきた？ご飯だよ。何してんの？ゲーム？いいね、ゲーム。はい、ということで今からプレゼント交換をします。イエーイ。ということでね、さくらんぼっていうお店に行って500円ぐらいで交換します。入っていきたいと思います。鬼滅じゃないの。鬼滅じゃないの入ってるね。出れるか。ダイヤね。ゆるゆるだ。お、ひなちゃん。あー、ダメだ。
何買うの？これ。これ。じゃあ自分のお小遣いで買うんですか？はい。はい。じゃあこちらお買い上げします。じゃあ買いに行こう。あとお年玉を使う日が来ましたね。どれを買うんですか？これ。これ。これだって7480円するけどいいの？うん。自分のお金だよ。お金まだあるの？うん、1万円何個ぐらいかはある。じゃあお年玉を使う時が来ましたね。じゃあはい、これと何買うんですか？で、見て。本当に買うのこれ？じゃあ買いましょう。はい、帰ります。父ちゃんも帰ります。はい。ポテト食べてます。はい、ちょっと小腹が空いたのでね。はい、ひーちゃんは？いやー、こんなとこにあるけどラケット食べてます。あとポテト、ママと一緒に。どうでしたか今日？楽しかった？久しぶりにお友達と遊べて。楽しかった。楽しかったね。